勝浦漁港は、千葉県勝浦市の太平洋に面する第三種、漁港である。南房総国定公園の区域内に位置し、外房地域漁業の流通、防災拠点漁港に位置づけられている。日本有数のカツオ水揚げ港である。勝浦漁港は、日本有数のカツオの水揚げ港であり、1990年には水揚げ港日本一を記録している。2000年からは、 勝浦産のカツオを PR するために、勝浦港カツオ祭りが行われ、毎年体制の観光客で賑わう。近年では、勝浦産カツオとして、ブランド化している。水揚げされているカツオの半数以上は、高知県や宮崎県などの県外所属の中型船が多く水揚げしており、漁協側も毎年積極的に受け入れている。また、 県外専属も千葉県内の他の漁港よりカツオが高値で取引されるため、球場などでカツラ漁港に入港できない場合は、他の漁港に入港せず、海上に停泊することもある。秋から冬、そして春にかけては、小型マグロハエ縄船が多く入港している。こちらも高知県、宮崎県、三重県、沖縄県、鹿児島県など、県外所属船が多い。本。 マグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ、カジキ類が水揚げされていて、水揚げ高も年々多くなってきている。カツウラ漁港で行われる競りは入札方式で行われる。周辺一帯は南房総国定公園に指定されており、リアス式の海岸線が続いている。カツウラ漁港の周辺には、海上保安庁、第三管区銚子海上保安部カツウラ、 海上保安署と千葉県勝浦水産事務所があり、鈴風が多順指定、勝風と千葉県漁業取締船、ふさ風が勝浦漁港を母港としている。勝浦朝市に並ぶソーダガツを水揚げされる代表的な魚介類一覧。プライドフィッシュに選定されている魚介類一覧。千葉ブランド水産物認定制度によりに認定されている魚介類一覧。 勝浦漁港で行われる主なイベント、ありがとうございます。